ヒカキン TV Everyday。 はい、どうもこんにちは。はい、ということで、ね、ついに動画編集アプリを使って、まあ、編集ができるようにできるようになったということで、まあいろいろね、編集頑張っていこうかなと思うんですけれども、まあ最近気づいたことがありまして、まあいろいろこうやって動画を流してるんですけども、このまま普通に動画をやっていても、目標である1000人には遠く及ばず、まあまだまだ時間かかってしまうなと。このままではまずいと思ったので、すごい人の真似をしないといけないなと。技術を学ぼうかなと。今、有名な YouTuber の方も、チャンネル登録者数が少ない時だったと思うんですよ。で、そんな人たちも、まあ、バズるきっかけになった動画があったわけで、まあ、そちら真似してみようと。ただ普通に面白い YouTuber さんの企画を面白くない一般人がやったところで、そんな動画ね、いけてないに決まってるんですよ。ここで私考えました。すごい YouTuber の編集を真似て、すごい YouTuber の企画をすごくない僕がしたら、3万足す3万足す3で、まあ平均1万1にはなるかなと。すごい YouTuber の人を参考にして、練習がてら編集練習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 スキルアップをね、しちゃおうかなということで、やってみようかなと思います。ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。シシヒカキンさんが一番バズってる動画はボイスパーカッション。ではボイスパーカッション行ってみよう。ポケモンゲットだぜ。ポケモンゲットだぜ。どうもこんにちは。来るもの拒まず、去るもの追わず、めっちゃ心で煽ってる。どうも、サイです。ついに有料動画編集アプリを手に入れたサイチャンネル。しかし企画方針が合ってるのかは全くもってわからない。サイに残されたのは皆様の高評価とチャンネル登録のみ。果たしてこのチャンネルが登録者数1000人超える日が来るのだろうか。次回ワンピース、行う企画はしっかり選ぼう。 YouTuber に俺はなる。